日本初の整形女優松井須磨子。彼女は片田舎から大正を代表する女優になりました。歌も歌い、日本人初の歌う女優として大ヒットを連発しました。彼女の人生そのものが映画や小説になるほど魅力的なエピソードがあります。日本人初の整形女優、不倫相手と劇団を立ち上げる、歌った曲が販売禁止になるといったことがありました。最後は不倫相手を追う形で自殺します。今回は大正時代の名女優松井須磨子について話していきます。養子に出される。松井須磨子は長野の士族小林家に生まれました。本名は小林雅子で、松井須磨子は芸名です。6歳の時に長谷川家に養子として引き取られます。小林家は9人兄弟で貧しかったとか、家の慣習で他の家に養子として引き取られたとか言われています。しかし養父が亡くなり実家に戻ったので、貧しかったからという理由ではないかと思われます。実家に戻るとすぐに実の父も病気で亡くなっています。この時には非常に貧しく、働きながらまだ幼い弟や妹の世話をしていました。忙しい日々に嫌気がさしたが、上京していた姉を頼って須磨子も東京で暮らし始めました。離婚と整形。須磨子は親戚の勧めで結婚しますが、夫とはうまくいかず1年で離婚してしまいます。この時から自分の気持ちに嘘をつかずに正直に生きようと決意します。俳優養成学校に募集しましたが不合格になりました。須磨子は自身の鼻が低いことが落ちた原因と思い、整形を受けます。現在だと整形する人が増えてきましたが、大正時代に整形をすること自体大変珍しいことでした。再び受けた俳優養成学校には無事に合格しました。しかも整形を公表していたため、日本初の整形女優として知られるようになりました。不倫。再婚した須磨子ですが、坪内逍遥と島村抱月が設立した文芸協会に研究生として入ったことで再び離婚します。女優としての才能を開花させた須磨子はどんどんと主役を獲得し、人気になります。それと同時に島村抱月と付き合うようになりました。抱月には妻子がいたので、須磨子と抱月は不倫関係でした。不倫が表に出ると二人は共に教会を追い出されてしまいます。追放されてすぐに二人は劇団を立ち上げ、これが人気になりました。須磨子が歌うカチューシャの歌が大ヒットし、日本中に須磨子の名前が知られるようになりました。発売禁止レコード1号。その後もゴンドラの歌などの曲を出してヒットを連発して、歌う女優として認知されていきます。しかし、今度生まれたらの歌詞にある可愛い女子と寝て暮らそうとの表現が猥褻と文部省に認知されて、日本で初めての発売禁止になりました。現代だったらこれぐらいの表現だったら別にいい気がしますが。自殺。抱月とともに順調で幸せな日々を過ごしていましたが、不幸は突然やってきます。当時世界ではスペイン風邪が大流行していました。日本にもスペイン風邪の被害が出ていて、40万人弱が亡くなっています。そして抱月もその中にいました。スペイン風邪にかかり亡くなった抱月を追う形で、須磨子も首吊り自殺をしました。32歳という非常に若い年で命を落としました。今回はこれで終わりです。チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、ブログもやっています。こちらの方も登録お願いします。聞いてくれてありがとうございました。